ブレット・アレン・マイヤーズはアメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル出身の元プロ野球選手、ミュージシャン。ウト右ミギウチ。フィリーズ時代1999年の MLB ドラフト一巡目でフィラデルフィア・フィリーズから指名され7月9日に契約。2002年7月24日のシカゴカブス戦でメジャーデビューを果たす。2003年は先発ローテーションに定着し、 14勝を記録。2007年は、抑えのトム・ゴードンの故障に伴い、先発からクローザーに転向し21セーブを記録。2008年は、開幕投手になったが、不審に陥って7月にマイナーへ降格。メジャー復帰後は持ち直し10勝を記録。チームのワールドシリーズ優勝を果たすが、マイヤーズ自身は、ワールドシリーズ第2戦に先発したものの、敗戦投手となった。 2009年は、伝部の手術などで4勝止まりに終わった。オフの11月6日に FA となった。2010年1月8日にヒューストンアストロズと1年契約を結んだ。2012年7月21日にトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍。オフの10月30日に FA となった。2013年1月4日に、 クリーブランド・インディアンスと一年契約を結んだ。インディアンスではシーズンの大半を故障者リストで過ごし8月29日に自由契約となった。引退後はロックバンドのミュージシャンに転向している。実力は確かなのだが精神面でまだまだ不安定な投手2004年のシーズンオフに記者たちとの会合で切れたことがある。 2005年はやや精神的に成長したイメージがあったが2006年にはボストン遠征の際に奥さんに暴力を振るい警察に逮捕されるというエピソードもある。ありがとうございます。